こんにちは、山旅です。僕たちは愛知県から全国各地へ旅をする5年目カップル。今回の旅の舞台は福岡県。グルメを満喫したり、福岡の名物屋台に行ってみたり、映えの聖地糸島に行ったり、2泊3日を存分に楽しみました。この動画は福岡全編動画になります。それではどうぞ。おはよう。今日どこに行くんですか？今日は福岡です。ちょうど1年前に福岡で合流して、4日間ぐらい観光しようってなってたんだけど、まあ、まさかの誰かさんがコロナになってね。そうなんですよ。だから観光は福岡の駅のもつ鍋を食べたのと、まあ、両親にご飯連れてっていただいたぐらいかな、うん、そう。あとはお家にいましたなかなかないよ。なかなかない。だから念願の福岡旅です。それでは最高の福岡旅にしてきます。到着しました。我の地元帰ってきましたよ。まだ博多ラーメン臭くないね。何、博多ラーメン臭いの？博多駅は博多ラーメン臭いんよ。いや、まあ、それ本当豚骨臭い。ちょっと嫌やな。で、今ここ福岡空港なんで、こっからの流れとしては今ちょうど1時ぐらいか。今1時、昼飯時なんで、もう速攻昼飯に行きたいと思います。その前にね、ホテルでチェックインして荷物置いて天神付近でご飯を食べていきたいと思います。はい、出たね。おー、なんか福岡って感じするわ。うわ、これが正面博多駅かな。あー、JR ね。あー、ホテル到着。着いた。結構スムーズじゃなかった？ん、スムーズじゃなかった？まあ連れてたからね。なんでよ、俺が連れてったじゃんごめん。もう、はいはい、やめて。いけいけ。ここまで俺が必死に動いてエスコートしたの。分かった、静かにして、行こう。じゃあそれではレンジさんスタート。ここでね、終了します。ルームツアー終了おー、なかなかコンパクトですねいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。あれ怖い。まあこんな感じでコンパクトですけど、あ、いいじゃん、ここに座って編集できるよ。よし、じゃあ行こうか、はい、お昼ご飯に早速行きましょうか。え、ここか。あ、ここやん。着きました。あんまり並んでない。お、一番人気の案内セットと明太子1680円、こちらにしました。一品物もあって、明太水とか明太サラダに明太漬け、炙り明太とかね、もうほんと明太尽くしって感じだよね。飲みたい、浴びる。飲んじゃいます。運転しないもんね。しないね、だって運転車ないもん今日は。夜まで我慢してる。そうなん、どっちでもいいよ。行っちゃうか。行っちゃうか。一杯だけね。一杯、あ、もっとする。オッケー。やばい、やばい、すっげー輝いてる。近っ。やばい、なんかさ、明太子皮かぶってない？皮かぶってる。ほら、あ、ほんとだ。あ、これね、多分昆布だよ。昆布なん？そう、昆布が巻かれてあるんだよ。ほら、皮。いただきます。甘い、うん、昆布すごっ、これですよ。昆布めっちゃ美味しくない？うん、なんかあのさ、塩辛いさ、くどい感じじゃなくてめっちゃマイルドじゃない？うん、シソがいいね。シソじゃない？このね、ソースが基本、小辛、中旨辛、大辛、4つの種類から選べるんだけど、ゆうかは中旨辛、
俺が基本。辛くなる。大きいね一口。ねこち食べたい麺。麺食べてみようか。どうぞ。ドボッとしちゃったそういえば。いや一緒に食べよう。チアボン。いただきます。欲しい欲しい。いただきます。変なとこにそういうふうにしてしまう。うまっ。うん。これ、つけ麺にかける。スルンって入る。飲めちゃう。さてどうします今から。天神ぶらり旅。あーいいね。天神ぶらり旅しようか。うん。でも何があるとか全く事前情報なしだけど楽しめるかな。でもカフェとか入りたいかも。どっか。ちょっとぶらつきますかじゃあ。うん。じゃあ天神レッツゴー。レッツゴー。あれからホテルに帰って少し休憩しがてらお仕事をしようとお話ししていましたが、爆睡をかましておりますね。さっきまで変な顔で寝てたのに、くっそー。このピンって音で起きたわ。今から編集頑張りまーす。起きて。起きる。起きて。はい。ちょっと寝すぎじゃない？1時間1時間半ぐらい寝てる。嘘やん。おはようございます。起きました。現在の時刻8時20分。はい、ここまで寝てたわけじゃありません。ちゃんとその後起きて仕事してました。夜ご飯に行きましょう。夜ご飯行きましょう。行きましょう。はい。ほんでもつ鍋が食べたいと思って。もつ鍋食べたいです。インスタでフォロワーさんにちょっとおすすめを聞いたんだよね。ありがとうございます。そしたらね、前田屋、多かったよね、前田屋。ところ、と、楽天地っていうものかな、これ。楽天地やね。楽天地。楽天の楽天に、地上の地。あと、山中が結構買った。俺山中行ったことあるよ。あ、そうなん？うん。とね、なんか、フォロワーさんが、絶対に、もつ鍋、戦闘大名の炙りもつ鍋っていうのが、後悔させません、行ってくださいみたいな熱いメッセージが来たから。それが忘れられなくて、うわ、これちょっとね、いいね、この人。こんな感じで送ってくれて、こんなこと書かれたらさ、行きたいじゃん。行きたい。ここに決定します。この熱い思いに応えて。でも山中とかはめちゃくちゃうまいやけど、めっちゃ定番って感じ。もう博多といえば山中のもつ鍋ぐらい。ちなみに評価とかはどうやった？281件で 4.1 だからかなり。おー、いいとこだ。じゃあちょっと僕たちの今日の夜ご飯はフォロワーさんのおすすめのもつ鍋戦闘大名に決まりです。これまさかのフォロワーさんからおすすめされた楽天地がホテルから徒歩3秒。3秒です。そんでさ、めっちゃ混んでるね。すごいね、さすがやね。すごっ。すごい。てかこれじゃ入れないね。やば。おすすめされたところがホテルから徒歩1分圏内か。30秒だよ。30秒圏内で 2店舗あった。2店舗あったんで。けど僕たちはそこをスルーしてわざわざ15分くらいかかるけど、15分ぐらい電車で行って15分ぐらいかかるところに借りれます。うん。博多駅到着。到着。はあ。船道だった。船道か。うん、来ました。イエーイ。これが塩。塩。違う、醤油。醤油。味噌。味噌。辛味噌。味噌がこの白いんだろう。カルボナーラ
ライス。あ、締めだって、おすすめの締め。やば。それぞれ締めがある。へえ。でも塩が食べたい。塩が一番人気なんだって、ここの店は。うまい。うまい。染み渡る血液とともに。こちらなんと今日入荷したばかりのめちゃくちゃ新鮮なサバを使ったごまサバなんですけど、2枚切りしますよすごい贅沢どう、やば、美味しい、美味しい、めちゃくちゃうまい本当タレがね、すごい 甘い系、醤油とかじゃなくて甘だれ系な、甘だれ系、油がめっちゃ乗ってる。美味しそう、やばい、これ美味しそう。このスープグツグツしたから崩します。塩って珍しいよね、絶対選択肢に塩入ってこないもん。でこのホルモンが他と違うんだよね。そう、これ見て、これちょっと黒いの分かる、これ、これね、炭火で一回焼いてんの、だから炭火の香りがめっちゃいいのと味もめっちゃ美味しいって。炙りホルモンだよね。そう、炙りもつ鍋。もっと小さめが好きなんですよ。じゃあいざ実食、いただきます。うまっ、いや炭火が効いとるね、これ。あ、やっぱ炙ってるの分かるんや。うん、分かる分かる。ネギすごいな。もつってさ、普通ニラじゃない？そういえば。あ、確かに、忘れてたなんかね、独特だね。おしゃれもつ鍋だね。おー、美味しそう。うん、うん、うまもつのさ、油がめっちゃ甘い。甘いよね、わかる。すごいな、これホルモンとかもつ好きだよね。うん、俺大好き。油が、ほんとだ、炙りがめっちゃ効いてるね、いいよね。ちゃんと炭火の味する。初めて塩食った。へえ、どう塩。え、ありやね。やっぱもつ鍋というか、まあ、俺は醤油感があるけど、うん、また違ううまさ。これはこれであり、これはこれであり。なんか女性に人気って書いてあったね。うん、あっさりだから。もつの炭火が、あの全体にマジで香るね。この野菜にもついてるもん。そう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 、炭火の匂いが、ね、めっちゃいい。確かにこれはうまいわ。うん、あ、全然違ったもつ鍋だね。今まで食ってきたもつ鍋と。だから定番のもつ鍋を知りたいよって人は普通に定番のとこ行った方がいい。あ、でも変わった美味しいもつ鍋食いたいっていう時はめっちゃあり。うん、2個食いきますすごい、絶対できないわ。うん、うわ、待って、2個食いマジうまいあの倍うまい、かさましい。時代は2個食いですゆずハイボール、アマオハイボール、乾杯。ただ縮れ麺少し固めに出てあるので、お好みの高さでお召し上がりください。ありがとうございます。火強くした方がいいかな。もう曇った。熱い熱い熱い。うわ、美味しい。大優勝ですあ、これ大好き大好き、これ大好き、うまいやつだ。いい、ね、え、縮れ麺めっちゃうまい。本当、うん、なんか縮れ麺に味ついてんだけど。あ、そうなの。リアルで。え、どんな味ついてんの。うん、うまいっしょ。麺に味ついてるよね言ってる意味分かったやろ。うん、あ、すごい、美味しい。ご飯食べたら絶対鼻水出てるよね。俺、うん、なんでやろ鼻のさ、そこの真ん中の筋さ、いつも光ってんだよね自覚ある。熱いもの食ってるからかな。
え、自覚はない？あれ、かゆいあ、垂れてきたって感じ。この人はね、ご飯食べた後にこの辺がね、あの、キャーンってってんだよね。これあるあるなのかな。こちらのレジャーです。本日の会計は見てないと思う。1万円お、すごい。9,910円。おすごい。こういうの当たるタイプじゃないけど。今日は2軒目ね、行かずに、うん、1軒目ここで終了ということ。はい。で明日は朝午前中から仕事があって、なんで、まあ、夜からしか YouTube の撮影はできないんですけど、あと明日ね、どっちがお酒強いか勝負してきます。いやいや、楽しくの。じゃあ今からカラオケに行ってきます。カラオケに行ってきますバイバーイ。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。今時刻は19時56分、約8時、もうほぼ8時です。お仕事が終わって、仮眠をして、ゆっくりして、お仕事自体は6時ぐらいに終わって、お腹がね、空いてなくて。そう、っていうか、胃の調子があんまり良くないっていうのも。そうそう、昨日のもつ鍋のせいでちょっと胃もたれをして、ちょっとね、あんまり本調子じゃないっていう。俺もずっと朝からトイレに行きっぱなしっていうもう5、6回行ってるよね。緩いんだよね。そう、なんかもつ鍋結構腹壊すらしいよね。うん、なんか地元の人も言ってたけど、なんか当たって壊すとかじゃなくて、普通に油とかでお腹が緩くなっちゃうみたいな、うん、多分おそらくそれが原因かなと。まあでもちょっと諦めきれないから、うん、え、俺はバリバリ腹減ってるよ。いや、お腹は減ってるんだけどね。調子も俺は戻ってんだよね。今から中洲屋台横丁っていうところに行きます。はい、行ってきます。福岡の屋台って中洲と天神にあるらしくて、スタンダードなのは中洲？中洲だよね。中洲がやっぱ屋台っていうね。だけどね、天神に1個行きたいところがあるから、うん、最後締めでそこには行きたい。ね、なんで行きたいかというのはお楽しみです。そう、で中洲の方にちょっと行ってきます。はい。ちょっと大丈夫？ディープすぎて、こんな道。あ、でももうここ突き入ったらすぐだよ。屋台と P 街は近いんや。P 街。あ、もうすごいね。時間は合わせられない。すごいねこれ。すごい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 、ちょっと見てこれ、ちょっとあんまり見れない、こっち顔いや、これ映していいんかなっていうね、わかんない、うん、もうここ右行ったら屋台街ですよ。すごい、もう人いっぱいいる。え、てか平日だよ、今日月曜だよ。やばいね、嫌な予感してきた。すごい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 、祭りじゃん。もうめっちゃおる。夏祭りだよ。え、やば、なにこれ、平日からこんなんなん。ワクワクすんね。ワクワクする。すごいすごい。え、これさ、なんか選んでる余裕ないかもね。なんかもう会いたい、行けみたいな感じじゃない。そうで、てか待ってるもん、めちゃくちゃ並んでる。あ、えぐ、マジ。そうか、山ちゃん、これどこです。あ、こういうカメラで、やばい、ね、これさ、撮れてもわからんね。あ、どうですかね。知ってる人知ってる、知らないって。確かに、なんだろうって感じさ。これ、ここスピーカー、声声はこれで。あ、そっか、すごいよね。全然そんなことないです、いつもこんなにぎわってるんですか。今日はゆっくりしてる方ですね。え、これで、うん、これ空いてるんですね。ゆっくりしてるね。びっくりすごいですね、うん、びっくり。最初びっくりしたけど、働いたと思ったら暇やったって言われて、あほかと思った、あほかと思った、バカじゃないと思ったけど、今はすごく分かった。今いける。生ビールが到着。朝日スーパードライ乾杯。完成形です。半分。うわー、うまそう。うん、夏におでん食べたの初めてなんだけど。家でも夏におでん食べんくない？食べない。初めて。焼きラーメン来ました。すごい。うまそう。いただきます。うん。うん。
うん、どう、普通のラーメンと違う？うん、めっちゃ好き。あービーフに人生初めて焼きラーメンって初めて聞いたもん。確かにないかも、愛知には。あのめちゃくちゃ豊富な麺がある愛知にも焼きラーメンはないな。おいしい。なんかさ、めっちゃビーフに似てる。でも麺がラーメンって感じ。そうね、麺は全然違うもんね。でも感覚的にはビーフン。おいしい。変わり種のおでん登場。でもこれ変わり種じゃなくない？違う違う、見てごらん、これ明太子入ってんだって。ほんとだ、明太子入ってる。これあの福岡ネタみたいな。へえ。うまっ。懐かしい。懐かしいとかあんまないけど。ないかい。やばいね、これこれもおいしい。うまいね。何杯でもいけそう、うん、まだ一人一皿っていう意味が分かりました。分かるでしょ。てかいい調子悪いのどこ行ったんやろ。これは本当一人二皿いける。これうまいっすね。おいしい。できちゃいますね。やべえな。見て、ここテカりすぎじゃない？え？何もしない？スキンケアした？光の影、影面がね。ちょっと漏れてる？止まらないね。意外といけちゃう。うん。ああ、濃い。うん。明太子が。明太子入ってるってもうあれだよね、変わり種だね。卵もいっちゃおうかな。本日2個目の卵。ちょっと待って、日々頼まない方がいい。最初に卵。おいしい。うん。ヨルちゃん、26年間焼きラーメンを知らずに生きてきたことを今ちょっと後悔してるかもしれん。教えてくれない方が悪くない？なんで教えてくれないの？愛知にはない文化やね。モーニング的な。そういうことや。さあないか。てかいいな、福岡住んだら屋台やんのか。最高じゃない、うん、毎日通う。通うかも、焼きラーメン食べに。うん、めっちゃ美味しい。おでん一番何が好き？大根かロールキャベツ。珍しい。珍しいでしょ。あのね、コンビニにロールキャベツがあるのよ。うんうん。でも大体置いてない。あのメニューにはあるけど作ってない。あんまり売れないから。常備してあるお店を見つけると結構通う、冬は。いやこれ酔っ払うよ、これやばいよ。やばい。本当はね、はしご屋台したかったんだけど、まあ、するんだけど、天神の方の屋台のラーメン屋さんは絶対行きたいの。でここでも何軒かはしごしようと思ったんだけど、めちゃくちゃ並んでんのね。それを知らなくて、ちょっと待つのが嫌いなうちら、ちょっと渋ってしまうよね。ハイボールがめちゃくちゃ濃い。そうなんだ。大人のサラリーマンも言ってたけど、めちゃめちゃ濃い。マジ？出来上がりよ。大体さ、おでん、焼きラーメン、ラーメン、餃子、焼き鳥、この5つは絶対どこの屋台にもあるみたいな感じじゃない？ほぼほぼ。多分。やばい、うちこれ間違えてさ、隣の人も面倒そうなんやけど。危ない。いや、マジで隣にあるからね。そう、本当にね、狭いの。てかさ、これトイレ行きたくなったらどうする？ちょっと遠いですね。あー違う。え？あーん。パチンコ屋さんがどれしていいんだって。でもあのギリギリまで我慢すると漏らすから早めに行っといた方がいいね。早めに。早めね。今日朝来ました。ほらあー可愛いね。どう？暑いね。マジでうまい。味が素晴らしい。いいねいいね。よろしくお願いします。
うわえ、うまーニンニクニンニク効いてんねえ、もうニンニクえ、うまニンニクやばいよ、これ身がギュって詰まってるわけじゃないから、なんかめっちゃおつまみ感覚じゃない？そうね、めっちゃおつまみ餃子、うん、めっちゃおつまみ餃子、おつまみ餃子一軒目、ごちそうさまでした。結構お腹いっぱいな人がここに1名。あびっくりです。意気込んでたものの、だってうち食べれない、あんまり食べれないと思ったんだけど意外といける。でもね、行きたいとこが天神にあるから一旦天神まで歩こう。今現在9時32分、屋台の様子はもうねこんな感じ。え9時半でもうめちゃめちゃ混んでる。行こうか行こうか、大丈夫。何これ、愛知にはこんなのないぞ。ないね、こんな優れてるじゃないか。すごい、全面いつでも花火見れるじゃん。なんかいいね、やっぱ都会だね。都会だね。屋台を目の前にしてちょっと今回断念します。体調が悪いのと、僕は腹パンです。ちょっと今日は無理、美味しく食べれない。あのね、何の店だったっけ、ここは。半年前ぐらいか、冬の平成ジャンプのライブで、ジャンプが福岡のライブに来た時にメンバー8人いるんだけど、8人全員であそこの屋台に行ったっていう場所なんですよ。大の平成ジャンプ好きなんでね。そうだから、もう絶対行きたくて、絶対に行きたくて、ここまで中洲屋台横丁から15分歩きました。じゃあ今からホテル帰ります。帰ります。結局屋台1軒目、はしご酒の歯の字もない。歯だけだよ、歯。歯だけ。いやー、申し訳ないけど。ってことで、明日は糸島旅行。糸島に向けてちゃんと体調回復してもらって、はい、福岡旅行ね、リベンジということだったんですけど。大丈夫、リベンジだったら大丈夫。はい、聖地巡礼。また、ありがとうございました。次回、福岡旅行後編。糸島市をぐるっと1日巡ってきました。森の中にあるカフェに行ったり、糸島といったらここってくらい有名な映えスポットに行ったり、糸島を1日満喫できるプランをご紹介します。チャンネル登録して次回もお楽しみに。はい、両手あげて。